局民営化前の分類ででは配普通郵便局であった住所、郵便番号906-8799沖縄県、宮古島市平良西里782-7、宮古諸島で唯一、明治期に開設された郵便局であり、民営化後に併設された郵便事業宮古島支店を含め、現在に至るまで地域郵便事業の中心的な役割を果たし続けている。 戦後、沖縄返還が前は、宮古中央郵便局を名乗っていた時期もあった。太平洋戦争中の1945年4月1日、アメリカ軍の攻撃を受け平良町市街地の多くは消失したが、郵便局の建物は被害が少なかったため郵便業務は継続された。しかしながら、当該との郵便輸送は、八重山郵便局との間のみに限られた。 同年12月8日、宮古諸島が、米国軍政府の統治下に入ったことから、郵便局も宮古市長の管轄となった。これに伴いそれまでの宮古郵便局は一旦、閉局となり、12月14日に新たに、宮古郵便局として開局した。終戦後に、日本本土や沖縄本島との無線通信が、途絶えており、1945年8月に発足した。 沖縄市巡回が、琉球列島米国軍政府に対して、更新の回復を求めたものの実現しなかったため、郵便局独自で旧日本軍から払い下げられた危機器を利用し1946年2月1日に、八重山との更新に成功した。後に、鹿児島県や福岡県との更新にも成功し、1950年1月5日に、至るまで沖縄と、 日本本土とを結ぶ重要な無線通信拠点であった。終戦後しばらくの間は、日本政府発行の切手等が使用されていたが、引上げ者が、日本政府の切手を持ち込んだ場合に郵便局の収入とならないため、1946年2月1日から、宮古軍統郵便局長と山常、ひとしの印をしたと山印切手のみ、使用可能となった。新たに、 日本から取り寄せた切手にも同様に夏印され、1947年11月1日に第2次富山印切手として発売された。1948年4月1日の郵便料金改定に伴い一部の切手が不足したため、金額印と富山印の両方を夏印した第3次富山印切手も発売された。また、収入印紙についても、 同様に夏印された富山印収入印紙が発行されている。日本本土との郵便は1946年7月に南西諸島内の郵便は同年9月に再開されたが郵便物の輸送は戦車用陸間に頼り3ヶ月に1便程度の頻度であった。1947年11月1日、業務効率化のため宮古島内の周廃業務は 宮古郵便局に集約されたが、1951年7月1日には、グスクベ郵便局と下地郵便局で、集配業務が再開されている。1950年4月1日から、琉球郵政庁の廃下となった。沖縄返還に伴い、1972年5月14日に、それまでの宮古郵便局は、閉局となり、翌日から、 新しい都郵便局として開局している。ありがとうございます。